こんにちは。今回はザブーが2コストになったことで出しやすくなったネガティブで遊んでいきます。相手によってハズマットとガンビットを使い分けるロマン砲デッキになっているので、よければ最後までご覧ください。それでは早速ゲームの方を見ていきましょう。さあ、1ターン目のロケーションはプロジェクトペガサスで、いきなり6エネルギー使えます。手札にミスターネガティブが引けているので、これはかなり豪快な試合をお見せできそうです。お相手はドラキュラをプレイ。この時点では廃棄デッキなのか、低コストをたくさん出すウィニーデッキなのか分かりません。さあ2ターン目、デイリービークルから相手のブレードを引くことができました。これでお相手のデッキが廃棄デッキだと確定します。さあここでドローは再ロック。これを出しておくことで次のターンウォンを出せるようにしておきましょう。もしミスティークを引けていなくてネガティブで反転したものを引ける場合には、ウォンは温存しておくことが多いです。ただお相手の廃棄デッキにはチャントレスやコスモなどのメタカードはあまり入っていないんじゃないかと思って、先にウォンをプレイします。3ターン目のドローでマーベルスナップ界最強と噂されるコスト反転アイアンマンを引くことができました。アイアンマンミスティークのコンボだけでも勝てそうですが、ここはロマンを追求してウォンの後にミスティークを出していきます。さあお相手もウォンをプレイしました。これはおそらく今流行りのモードックが入っていて、モービースのパワーを無限に育てるデッキだと思います。さあ5ターン目ですが、ここでアイアンハートを引くことができました。なのでこのターンに仕掛けていきましょう。ガンビットでドラキュラやウォン、モービースを破壊できればかなりアドが取れますね。さあお相手はウォンのロケーションにコリンリングとレディーシフをプレイしました。これでアッパリプスをかなり育てていきます。またモービースの点数もかなり出ていますが、モジョーワールドのロケーションなので、おそらく右側のロケーションを取られるということはないでしょう。さあこちらのターン、まずはガンビットが相手のフィールド上のカードを4枚破壊します。相手がたくさん並べてくるデッキでない限りはガンビットの4枚破壊だけでほとんど勝つことができます。さあそれだけでは終わりません。ゼロコストアイアンマンからアイアンハートの効果を4回発動させることで、アイアンハートはゼロコスト27点の活躍をしてくれます。さあただモービウスとウォンが消えなかったことが心残りですが、お相手の手札はアポカリプスだけですので、おそらく大丈夫でしょう。対戦ありがとうございました。さあ続いて次の試合を見ていきましょう。1ターン目のロケーションはキルンですね。こちらの手札にはサイドックが引けていますので、ネガティブさえ引ければ3ターン目ネガティブを決めることができそうです。と言ってるそばからネガティブを引いたので、2ターン目にサイドックをプレイしていきます。お相手はクローン培養タンクにゼロとエボニーマウをプレイしてきました。これによって1コスト7点のカードが複製されたのは少々厄介ですね。さあ3ターン目ですが、ここはネガティブを出していきます。1試合目で活躍したアイアンマンとアイアンハートをすでに引いてしまっていることは少々残念ですが、まだまだ強いカードはデッキに眠っているので、ここからのドローに期待していきましょう。さあお相手はエボリーマウとリザードをプレイして、左側のロケーションを盤石なものにしていきます。さあドローはミスティーク。ここはウォンを出していきます。ミスティークはアイアンマンのために温存しているのですが、さすがにゼロコストを複製する方が良かったと思います。さあお相手はサウロンをプレイしてきました。ここからおそらく相手はタイフォードマリーやレッドスカルが飛び出してくるでしょう。さあ5ターン目はガンビットを引くことができました。こちらクローン培養タンクで複製したウォンを出していきます。相手のデッキ的にはエンチャントレスが少し怖い状況ですが、ここは攻めていくしかありません。さあ最終ターン、ここはミスティークガンビットを決めることでお相手のカードを6枚破壊していきます。相手は左のロケーションを取っているので、真ん中のロケーションを確実に取るように2体目のレッドスカルをプレイしていきました。さあそれではこちらの破壊の時間といきましょう。ミスティークはウォンの能力をコピーして、ここからガンビットを6連発していきます。ちょっと危ないところですが、とかアイアンハートの効果がうまく左側のロケーションに作用して、なんとか勝ち切ることができました。対戦ありがとうございました。今回の動画は以上となります。ここまで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。